みなさんこんにちは。五等分の花嫁中野一花役の花澤香菜です。中野二の役竹達彩奈です。中野三役伊藤美くです。中野四つ葉役桜井あねです。中野五月役皆瀬みのりです。この度映画五等分の花嫁が2022年初夏に公開が決定しました。 「五等分の花嫁」は主人公の上杉風太郎が赤点候補の私たち五つ子を無事に卒業させるため家庭教師として奮闘するお話になります映画ではテレビアニメの続きが描かれるのですがついに風太郎の未来の花嫁が明らかに楽しくて賑やかな日々を過ごしてきた風太郎と五つ子たちその最後を劇場で見届けてくださいお楽しみに